ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。新しい路材が発売されました。純アンモバスター629円。アンモバスター。消化菌の力でアンモニアを除去。ろ過層に出るだけ消化菌付きゼオライト。主要成分は消化菌ニトロソモナス、ニトロ。バクター、ゼオライト柿殻。成分特徴は消化菌はアンモニアを無害な物質に変え、水をきれいにします。ゼオライトはアンモニアを吸着し、急激な濃度上昇を防ぎます。柿殻は炭酸カルシウムが溶け込むことで、消化サイクルで生じる酸性化を中和します。アンモニアバスターを未使用時と使用時の図が載ってます。使用時は太線です。ずっと低い数値を保ってます。淡水用内容量 100g。裏面でございます。使用方法ってことで、新しい水槽セット時、水換え時、水質が不安定な時にお使いください。容器から取り出し、袋ごと他の土材と一緒にセットしてください。多少茶色の液体や固体が出ることがありますが、ゼオライト、カキ殻などの天然銘柄ですので問題ありません。色が気になる方は中和水で軽く揺すいでからご使用ください。約20リットルの飼育数に対して本製品1袋を目安としてください。30センチ水槽は1袋、60センチ水槽は2から3袋です。交換の目安は半年か約1年です。路材が汚れたり、カキ殻が溶けてなくなっていきます。水質の安定化、消化菌付きゼオライトがアンモニアを除去し、カキ殻が pH を安定化させることで安全な飼育環境を維持します。pH の調整、カキ殻による pH 上昇効果が消化菌の働きによる pH 低下を相殺し、安定した pH 環境を保ちます。カルシウムの供給、カキ殻はカルシウムを供給し、魚や無脊椎動物の健康をサポートします。魚のエラより排出されるガス状のアンモニアを酸化し、比較的無害な硝酸へ転換します。開封後は速やかにろ過装を入れてください。本製品が乾燥すると消化菌の効果がなくなります。こちらは純から出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオアンモバスター、オープン！おー！網に入ってるね。まずは匂い嗅ぎます。薬品の香りがします。臭くはないです。消化菌入ってますけど。まあ、乾燥するとやられると思うんで。おそらくちょっと湿ってると思うんですよね。袋の中は粉っぽくないです。手と同じぐらいの網に入ってます。強度のある網です。半年ぐらいは持つと思います。たまにここ予算削ってヘボい網があるんですけど、これは丈夫です。流れのあるろ過装に入れても破れることはないと思います。あと網目がね、結構大きいんだよね。内部の通水性も確保できてると思います。こちらが中身です。カキ殻白いのと消化菌が付着しているゼオライト。トントンいきましょうか。ああ、トントンするとやっぱりこのカキ殻だから、この殻が出ますよね。だからね、私カキ殻使ってないんですよ。テトラコントラコーラインで中和した水2リットルを用意しました。この中に洗わずに入れます。水道水だと消化菌やられると思ったんでね、中和水入れてます。洗わずに入れろと言ったんで洗わずに入れています。重さがあるのですぐに沈みます。右は何も入れてない中和水です。この状態で1日様子を見ます。翌日でございます。まずは中和水の TD です。83ppm です。安定しなさすぎるので適当なところで押しました。 175ppm です。続いて pH、 左中和水、右アンモバスター。中和水は水色なんで pH 7.5 です。アンモバスターは青色なんで pH 8.0 です。水色と青色です。続いて GH、 1,2,3,4,5 色は変わりました。中和水は GH 2.8 です。6、色は変わりました。 GH 3.36 です。ふぶきテトラ、まとめるとこんな感じ。 TDS は100近く上がってます。カキ殻に含まれるカルシウム、これによって GH と TDS って上がりやすいんですよ。カキ殻のアルカリ成分をコントロールできてるメーカーってないんですよね。 pH は 0.5 上昇、これもねかなり抑えてる方です。カキ殻を入れることによってリンとアンモニアが溶け込むんですけど、もうすでに消化作用が始まってるんですよ。あいつらが消化作用すると酸素を奪うんで pH 下がるんですよね。で、何も入れてなかったらね、カキ殻だけだと 9.0 とか 10.0 ぐらいになるんですよ。それでこう
今 8.0 までとどめてるので、このカキ殻にしては随分抑えられてる方なんですね。消化作用によって GH は多少上がってます。これもちょっとしか上がらなかったのも意外ですね。カキ殻としては水質変動が少ない方だと思います。まあ、ウォーターエンジニアリングはもう数年前から言ってますけど、過度な酸物質を過度なアルカリで取ってしまうと、そのアルカリと酸物質が水の中にどんどん増えちゃうんだよね。それは魚にとって負担じゃない、だからうちの4交換樹脂使ってみてよってことで 2,3 年前にもあれが発売されてるんですけど、水に色をつけるって言いましたけど、水に色はつけなかったです。ゼオライトが吸着期間終わった後に今度どうなるのかっての一切書いてないですよね。あと、もしそのカキ殻が塩化ナトリウム含んでいた場合、ゼオライトのアンモニアを一気に放出してしまうんで、カキ殻のミネラル成分をゼオライトに吸収させる構造なんで、ゼオライトの寿命が最初から短いんだよね。なんでこの組み合わせにしたんだろうって思うんですけども、カキ殻のカルシウムとカキ殻のミネラル成分で pH を調整すると言ってますけど、糞出なくてもすでにもうミネラル溶け込んでるじゃないですか。この止水の環境下においてコントロールできてないんですよね。無理なんですよ。味薄い食べ物にね、醤油かけたら次の日にしょっぱくなるってことないじゃないですか。かけた瞬間にしょっぱくなりますよね。これ入れた瞬間にもう溶け込むんですよ。長期的に使うものとして想定されてるんだけど、何かその工夫がないんだよね。ただ酸物質をアルカリで中和するだけなんで、ゼオライトの詳細はラジオで語ってるのでそちらでご覧ください。あんまりこれいいことばっかり書くんですよ。アンモニアを吸収しますとか酸性化を中和しますって言うんだけど、その裏のところを言ってないですよね。吸着優先物質変わりますとか、寿命が起こった時のリスクってのも書いてないんで、アクアリウム用品あるあるじゃないですかね。もうちょっと工夫して出してほしかったなという印象を受けます。ご視聴ありがとうございました。バイ。